はい、こんにちは。静岡県交通基盤部技術調査課の深澤と申します。今日は11月2日の火曜日に開催予定している新技術交流イベント静岡2021についてのお話を担当者の田宮さんに伺いたいと思います。田宮さん、よろしくお願いいたします。はい、技術調査課田宮と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではまず本イベントですが、どのようなイベントになりますか？はい、本イベントは建設現場の生産性向上を目的とし、ニーズとシーズのマッチングを図るイベントとなっております。ニーズとシーズですか、なんだか難しそうですね。そうですね。ただここで言うニーズは建設現場が抱える問題のことを指します。またシーズとは英語では種のことを指しますが、こちらでは問題が解決可能な新しい技術のことを指します。なるほど、そういう意味だったんですね。よくわかりました。では具体的にどのようなニーズがありますか？はい、具体的なニーズとしては例えば河川や道路の効率的かつ経済的な除草・防草技術、他には重機が人や物を感知して警告・自動停止する技術、この他にも5分野にまたがって現場から様々なニーズが挙げられております。なるほど。私もですね、先の土木事務所で現場を担当していた際にそんな技術があればいいなと思っていたところなんですよ。ではイベントではどのような催しを予定していますか？はい、本イベントでは新卒となる新技術のブース展示、ショートプレゼンを実施する予定です。他にも来年度から土木工学科が新設される静岡理工科大学の中澤教授をお招きしての静岡の土木のこれから、こちらに関する講演を予定しております。また静岡県での天群データを活用した熱海土石流災害の初期対応についての講演も予定しております。さらに静岡県が主催する第3回土木建築フォトコンテストの展示表彰式、こちらの開催も予定しております。なるほど、いろいろと盛りだくさんの内容ですね。建設コンサルタントの方や建設会社、そして私のような観光庁の方も必見の内容となっていますね。ではちなみになんですけども、開催場所はどこになりますか？はい、開催場所はグランシップ大ホール海になります。なるほど、グランシップですと東静岡駅から近くですので行きやすくていいですね。参加するにあたって何かこう費用的なものは発生するのでしょうか？はい、本イベントの参加費用は無料になります。ただし参加対象者は建設関係企業、建設コンサルタント、研究機関、観光庁職員に限定しております。参加を希望される方は画面に表示されている QR コードもしくは概要欄の URL、 こちらから事前申請をお願いします。はい、申し込み期限は10月29日までなんですね。わかりました、私もそれまでに登録しておきます。そうなると一般の人は参加できないんでしょうか？そうですね、申し訳ありませんが新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から参加者を限定させていただきます。ただし先ほども説明しましたように静岡理工科大学の中澤教授の講演や静岡県の天群データを活用した熱海土石流災害の初期対応についての講演、さらに出展技術にかかるショートブレーズの動画、こちらについては YouTube のライブ配信で公開予定しておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。わかりました、 YouTube ライブでしたら自宅などから手軽に視聴可能ですので、ちょっと興味があるなっていう方も手軽に見れていいですね。はい、多くの方に見ていただければいいなと考えております。それでは短い間ですがご視聴のほどありがとうございました。詳細については特設ページにチラシを公開しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。今回ですね、一般の方の入場を制限させていただくというところで、大変申し訳ないんですが当日ですね、会場だけでなくて YouTube ライブ上でもお会いできることを楽しみにしております。それでは。